なんともキュートなカープ女子。ところがこれって詐欺と話題に。素顔これです。びっくり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 ちょっと詐欺です。インスタグラムにアップしている素顔とは違いすぎる、いわゆる詐欺写真。皆さんが驚いたその素顔とは。ユニバーサラです。イエーイ。最近見てるものはスチールウールです。ご本人と比べてみると全然違いますよね。そうですか。そんなに変わんないと思いますけど。この詐欺写真で話題の原さん、川瀬名人とお笑いコンビユニバースを組んで5年目の女芸人さんです。注目されているのは写真だけじゃなく、漫才に対する熱意とかがすごくて、あの原さんの元気なとこと冷静なツッコミが面白いです。と申しまして、見た目新興宗教の広報担当と教祖でやってます。誰がペコ&リューチェルで。全然似てへん。若手の登竜門吉本無限大ホールの上位で、今年漫才のグランプリでも決勝進出の実力。詐欺写真のきっかけは相方のアドバイスでした。 SNS にアップしようって言ったのが川瀬さん。そうですね、これをなぜか意味不明になんか裏垢みたいなのでやってたんで、意味がわからんかと思ってインスタでアップしてった方がまあお仕事になるんじゃないかというので、最近そのメイクのお仕事とかもありますから、仕事につながっていいんじゃないですか。はい、そうですね、はい、もうちょっとお金が欲しいです。では実際にこのギャル風詐欺写真にトライしてもらいましょう。まずは一重のまぶたを専用のノリを使いパッチリ二重にします。アイチしたことないですか。ないんです。あ、まあ、持ってますもんね自分の目を。みんなもね、目は。今日やるののトータルの時間どれくらいかかりそうになってきた。1時間。むちゃくちゃかかるやん。ポイントはアイラインをとにかく太く引くこと。そして下まつげ用のつけまつげを目の際より1ミリ下につけると目が大きく見えるように。さらにブロンドのウィッグをかぶり、涙袋の下にブラウンのアイシャドウで影をつけたら、ギャル風デカベメイクの完成です。イエーイ。自撮りにももちろんこだわります。撮りまくること30分。さあベストショットはこちらです。これすごい、はい、これ普通に写真だけ見せられて原さんってわからない、うん、スタジオ来てますっていう感じでほうれい線を隠す。なるほど。この一番強そうな光を目に入れて、強そうな光、それで大きく見れてるかなって思います。加工アプリを使わずこの出来栄え、さすがです。ギャップ萌えで恋愛感情も、まあ、今もですけど女としても見てもらえてなかったんで、はい、そのスキンケアする時間ちょっとあるからとか言うと怒られましたね。楽屋とかやって女芸人さんとかいらっしゃるんですけど、はい、綺麗な女芸人さんもちろんいらっしゃるんですけど、はい、その人とか意外に気にしないんですよ。もう隣で着替えたりするのに、こいつががっつりトイレで着替えてたりするとめっちゃムカつきますね。いや、原さんのメイク術と自撮り術すごいですよね。別人みたいでしたけれども、はい、もう一枚あるんです、はい、こちらも、はい。